熊本の松川選手です。よろしくお願いします。真面目な感じですね。あ、いいですよ、なんか賑やかな感じ で、 はい。今何されてますか。まあ、ちょっと貼り付けが余ったんで、はい、付け足してますよ。ここから。あ、タイヤの、はい、タイヤの貼り付けをされてるんですね。交換ってこと。いや、なんかこの真ん中だけついてて横が、はい、こんな風についてなかったんで。あ、ちょっと見てみます、はい。あ、これどれぐらい使ってるんですか。いや、これはそんなないですけど、はい、最初の貼り付けで、はい、多分付け方が甘かったんだと思います。それをボンドで付けるんですか、はい、すごい真剣な。そうですよね、はい、そうやってこうご自分で全部整備されるんですね。そうです。はい、そんな松川選手の練習ユニフォーム、くまモンがついてます。熊本のゆるキャラ似てるでしょ。俺言われるんですか。言われます。本当ですか。え、これご自分でデザインされたユニフォームですか。いや、もうデザインのあれはあったんですけど、はい、スポンサーとかオリジナルで、はい、はい、つけてクレーマーさん、はい、かわいい。こっち右側もクマモンが手も、はい。近況はいかがですか。近況は、はい、だいぶ良くなってきました。調子が、点数も上がってきましたよね、はい。やっぱそれはあれですか、怪我が治ってきてとかそういうことですか。そうですね、まあ、はい、体のバランスとか、はい、体調も良くなってきて、うん、しっかり練習できているから、はい、ここに来るまでの、中9日間、はい、どんな感じで練習されてきましたか。バンクでみっちりやりました。手応えどうですか。はい、いい感じ、はい。バンクでどんな感じで。もう動き中心ですね。今回このセーベンどんな感じで走りたいですか。みんな強いんで、はい、はい、先行で頑張ります。はい、セーベンバンクは松川選手にとってはどうですかね。これ2回目ですね、確か。はい、でも前回来た時も悪くはないですよね。前回はでも、はい、上がってすぐぐらいだったと思うんですけど、はい、半年ぐらいかな。結構まだ予選で負けてた時なんで、はい、前回の成績は1着1回、2着1回、着が1回になってます。初日がダメで、はい、あー、そっか、はい、2日目、3日目がまとまった感じで、はい、でもその時とまた、はい、あれも違うと思うし、はい、力がついてると思うんで、うん、その時の感覚とはまた違うのがあると思います。はい、じゃあ最後に今回さんの意気込みをお願いします。はい、